以前私が指導していたのをちょっと振り返って、こんなことやってましたっていうのを皆さんに紹介できたらなと思います。何か機材がないとトレーニングができないではなくて、ちょっとしたこういう目印となるものがあれば、今はあまり野球の練習やボクシングの練習などに入らないことをあえてあまり技術指導しないように。はい、スポーツ部部長の寺です。今回も皆さんに有益な情報を何かお伝えできればと思って動画を撮影しています。いろんな動画を皆さんにお伝えをしていく中で、私今トレーニングコーチとして仕事をさせていただいてるんですけど、以前は自衛隊で自衛官をやっていまして、23年間自衛官をやっていきながら、通常の普通の自衛官だったんですけども、自衛隊に体育学校というところで勉強させていただいて、スポーツのトレーニング指導の場に、15年ほど、もう今やらせていただいてるんですけど、20年ぐらい前に勉強させていただいて、でいろんな野球をやっていたので、野球部の指導や、バスケットやいろんなそういう指導に行かせていただいている中で、たまたま高校野球の指導に行っている時に、これ岩手の一ノ関の学校なんですけれども、2009年の動画や2010年2013年という形でたくさんの DVD が出てきまして、今日はその以前私が指導していたのをちょっと振り返って、こんなことやってましたっていうのを皆さんに紹介できたらなと思います。たくさんの DVD があって、高校生に対する指導や小学生に対する指導を父兄の方やマネージャーの方が動画に撮っていただいて DVD 化しているものがあるので、今日はその一部をちょっと皆さんにお見せしながら、この時なんでこんなことやってたのかなということも踏まえてちょっとお話ができればなと思ってますので、一緒にちょっと動画を見ながら行きましょう。これが2010年なので13年前、私が30ちょっとですね、32、3歳の時の映像になります。これ野球部の冬季トレーニングですね。室内練習場でやっているので、岩手の外は雪かなとは思うんですけどね、その中でのトレーニングの風景一部なんですけれども、これアジリティトレーニングをやりたいんですね、きっと。で、私これ今選手の靴を借りてるんですけど、今はマーカーを使ってトレーニングしてるんですけど、以前はその辺にあるものを使ったり、なんかその辺にあるものを使うっていうことを結構やっていました。っていうのが、何か機材がないとトレーニングができないではなくて、ちょっとしたこういう目印となるものがあれば、いろんなことがトレーニングとして活用できるよっていうことで、あえてそういう身近にあるものを使ってトレーニング指導をしていたのを思い出しますし、この当時からそういう考え方を大事にしてました。何か目印があることによって、フットコンタクトですね、これは足の裏が足をどこにつくかということを明確にして、そういう説明をしていると思うので、ちょっと見てみましょうか。方向転換をする時の股関節の使い方や足の接地位置を少し意識をさせるっていう形で、プログラムアジリティを今やっている最中ですね。まあ、10年以上前の高校生なので、もう彼らは今30を過ぎてるぐらいなんと思うんですけどね、何をしてるのかなと思いながら、こんなやついたなと思いながら見てるんですけど、私としてはついこの前のような感覚なんですけど、もう10年以上経ってるんだなと懐かしい気持ちになります。そしてこういう靴だったりマーカーだったりで広さを変える、もしくは方向転換をする、何をやらせたいかっていうことを頭の中でイメージして、そのためにうまくこういう靴やマーカーを利用してトレーニングを
プログラムを組み立てていく。より横への動きが大きくなりましたね、さっきよりも。気づいたことをちょこちょこ言いながら、選手の動きをどうやって導き出すか、これはもう昔からトレーニングの内容、やり方、進め方は変わっていないですね。まあ、今もそうなんですけど、私大事にしているのは、一度そのイメージをつけさせるために、つけてもらうために、できれば私が動きをやって、いいイメージを持っていただく、まあ、展示ということはすごく大事にしています。まあ、今はこういうトレーニングあまりやっていないような気もするんですけど、まあ、アジリティトレーニングがたくさんありますけど、この靴を使ってつま先の先に、自分の足を置くんだよ、置く位置が適切ではないと地面に力を加えられないよ、なので方向転換をする、野球やサッカーや、ボクシングや、バスケットや動きの中での身体コントロールを養う上で、こういうトレーニングもやってたなと今振り返ってみると、まあ、いいトレーニングだなとは思います。ちょっとだけこの足の幅分、幅を広げることによってより強度が上がってくる。こういうスピードトレーニングやアジリティトレーニングってやればやるだけいろんな課題が出てくるし、当然これ野球部の選手たちなので、意外とこういうトレーニングが苦手で、やっていくうちにいろんな課題が見えてくるので、もうちょっと良くするためにあえて負荷を高めて、動きを大きくして、もっと難しくして、でパフォーマンスを少しずつ上げていくという流れは今も変わっていないんですけど、まあ、実際にこうやって見てみると、昔こういうふうな考えでやってたんだなっていうのは、今につながってるなっていうのはすごく感じますね。さっきのアジリティトレーニングから次は少し野球部の選手たちですので、高校生の野球部の選手に何が生きてくるのか、というものを少し話をして、そこからこういうふうにして実際にボールをさばかせながら、さっきの足さばき、アジリティトレーニングや、最初のスタート局面ですね、トレーニングとちょっとした野球の技術トレーニング、技術指導、技術練習をちょっと組み合わせながらやっていますね。今はあまり野球の練習やボクシングの練習などに入らないことを、あえてあまり技術指導をしないように、技術指導をしすぎてしまうとコーチが別にいらっしゃるので、そのコーチと言っていることが違うということがあると選手は混乱してしまうので、あまり技術のことには入らないように私心がけてるんですけど、ここではボールをさばくというよりもボールに対するアプローチ、スタートアクション、スタート最初のスタートからボールに対するアプローチを意識させるためにあえてグラブとボールを使った指導に入ってますね。そうですね、キャッチをするしないではなくて、構えた位置からいかに早く一歩出れるか、そして走る、動くためには手と足をしっかり動かすということです。びっくり箱という言葉を使ってますけど、びっくり箱を開けた瞬間ドーンと出てくるんだよ、そのためにあまり硬くならずに、あまり後ろ体重にならないように低い姿勢がいいということではなくて、あくまでも出れる姿勢というのを、こういう今度は錯雑とした、まあ、カオス環境というんですけど、より競技に特化した中でもパフォーマンスが出せるようにというのを入れながらやってますね。
出やすい状態、自分が動きやすい姿勢を、動きやすいポジション、重心の位置や足の幅や荷重点、それぞれ選手がそれを見つけながらやってるってことですね。もっとね、よく腰落とせとか、低い姿勢でっていう言葉だけは多分聞いたりするんですけど、そことはちょっとニュアンスが違う。低い姿勢になるためには低い姿勢になる理由がある。例えば低いところのボールを取らなくちゃいけないとか、より高くジャンプをするために、今は反応してボールが飛んできた時にいかに早く動き出せるかになってくると、低い姿勢になると実は安定しすぎて動けない、ましてや筋力をたくさん使うことになってしまうので、そんなに低い姿勢になる必要ない。でも突っ立った状態では動けないので、いかにそこをちょうどいいところを探していくか、スタートアクションっていう言葉を使ってますけど、めっちゃ構えるとかがもいいんですよ。そうですよね、低く構えろって言いますけど、実は動けないってことはよくあります、ね、まあ高校生3,40人ぐらいいるんですかね、なんですけど、この室内練習場で冬場だからこそちょっとボールを扱わせて、トレーニングも野球を上手になるために、野球に強くなるためにやってるんだよっていうことのイメージをちょっと持たせたかったと思いますね。こういうこと、まあ反復練習ですね。少しボールをの勢いを強くしたり、ゆっくりしたり、トレーニングは単発、単純なものになるので、少し野球、こういう技術練習を少し入れることによってアクシデントも起こしやすくなりますし、何のためにやってるのかっていうのがちょっと明確になってくるのかなと思います。結構ハードで、ここ岩手の寒いところで、これ室内練習場でマイナスになることがよくあって、汗が凍ってやってたんですけど、こういうことやると蒸気が体の中からどんどん出てくるような、そんな思い出がありますね。いい、私もいい勉強になりましたし、私も鍛えられました。そういうものも踏まえて安全に、そしてよりハイパフォーマンスを上げれるっていうのが動きのトレーニングになるんじゃないですかね、これはちょっとフィットネスクラブの筋トレではちょっと足りないというか、目的が違うのでってことですね。了解を得てやってると思うんですけど、これはリアクションですね。私が出しているシグナルに対して方向転換、先ほどやったスタートアクションですね。目のトレーニングとかも入れてますね、ビジョントレーニング、はい、はい、今回の動画以上になります。スポーツ部入部届、まだまだお待ちしています。入部届はチャンネル登録で。